それではジョーさんを、あ、すみません、失礼しました。それでは安倍さんを拍手でお迎えください。はい、ありがとうございます。ご紹介に預かりました安倍と申します。ま、最初簡単に自己紹介させていただきます。私安倍良平と言います。で、所属している会社ではバックエンドを担当しております。で、去年の2月から今の会社ミエルネという会社なんですけど、そこに入社して、そこ去年2月にエンジニアになったので、エンジニアは2年目です。で、出身は北海道です。今の、ミエルネという会社も北海道にあります。で、まず会社の紹介を簡単にさせていただきたいなと思うんですけど、ミエルネは位置情報に関する豊富な技術や実績を持つソリューションカンパニーですというふうに書いているんですが、まあ、位置情報というのは聞き慣れない言葉かもしれないんですけど、私たちの生活に欠かせない情報技術の一つです。で、これ、まあ、スライド、位置情報は身近なところで使われていますというふうに書いているんですけど、まあ、このようにさまざまな分野で活用されていて、生活になくてはならないもの一つ位置情報があります。例えばスマホのナビゲーションだったりとか、あとは鉄道バスだったりの交通分野だったり、あらゆるところで位置情報という技術が使われております。はい、で、具体的な授業の紹介をちょっと簡単にします。これがまず、QGIS というもので、これは世界的なシェアを誇っている位置情報を取り扱うデスクトップのアプリケーションです。で、弊社ミエルネではこの QGIS に関するプラグインの開発だったり、あとは講習会、あとは技術的なコンサルティングを提供しております。あとマップタイラーという地図で、まあ、Google マップよりも低いコストで導入が可能な地図の一つです。これは導入支援だったり、あとはスタイルの開発なども行っております。で、続いてこれ自社の製品としてミエルネベースというものがあります。このミエルネベースというのはクラウド上の最新の位置データをメンバーで共有できるようなサービスとなっていて、まあ、データをクラウド上に一つにまとめることができるので、最新データのありかがすぐ分かるといった、そういったメリットがあるサービスの一つです。で、これが、弊社の得意分野をワードクラウドでまとめてみたものです。位置情報に関するお悩みがありましたら、ぜひ、ミエルネまでご相談くださいということで、会社紹介終わります。で、発表に移っていきます。まず概要として、この題材を選んだきっかけとして、GIS という、まあ、さっきお話した位置情報へのニーズの高まりを受けて、PyCon で以下を紹介したいというふうに思ったというのがあります。GIS のデータを Django で扱うことができるということと、あとは Django の OR マッパーを用いて JS データの演算ができることというのを具体的に書いています。で、話すこととしては、Django のライブラリの一つである GeoDjango というものについてと、あとはその GeoDjango が持っている OR マッパーについての話をします。はい、目次はこのような感じです。上からお話ししていきます。まず最初に GIS とJangoについてという章です。で、Jango っていうところにまず触れるんですけど、 Jango って何なのかっていうと、まあ、言わずと知れたって書いてしまってるんですけど、 Python 製の Web フレームワークの一つです。で、まあ、いろんな機能が備わっているって書いて、まあ、僕は思っております。で、いろんな機能が備わっているというんですけど、まあ、GIS のデータを扱うことができるのかというところなんですが、まあ、その回としては、Django が、持っている GIS 用の Web フレームワークのライブラリで GeoDjango というものがあります。これを使うことで GIS のデータが扱うことができるよ。で、これはサードパーティー製じゃなくて公式のソースコードに組み込まれているものです。なので、公式のトップページに紹介があったりもします。あんまり聞き馴染みはない方もいるかもいらっしゃるかもしれないんですが、今回はこの GeoDjango の話を主にしていきます。で、公式のトップページの紹介です。これ Django のトップページにこのまま書いてあるんですけど、GeoDjango は世界規模の地理情報ウェブフレームワークを目指しています。結構なんか熱いことが書いてます。 GeoDjango の目的は地理情報システム GIS のウェブアプリケーションの開発をより簡単にし、空間データを活用することになりますって書いてます。で、さっきから言っているこの GIS というところにちょっと触れますが、 GIS とは何なのかというと、まあ、直訳すると地理情報システムというものです。で、位置情報を持ったデータとそれを扱う技術全般のことを GIS というふうに言います。で、ここから GIS でじゃあどんなデータを扱うかというところに移ります。まず大きく分けてベクターデータというのとラスターデータというものに分かれます。で、ベクターデータというのはその形によってポイント点の
ものと、あとはライン線のものと、あとはポリゴン面のものに分かれ、タイプが分かれております。でこれらは座標値という位置の情報と、あとは属性という、付帯情報を持っております。でそれで、対してラスターデータというのがあります。画像のデータのことです。これはピクセルごとに数値を持っていて、この図でいうと背景地図の写真がラスターデータになります。で今回はジョージャン語で取り扱う、ベクターデータの話を主にしていきます。はい、じゃあさっきジオジャン語にポイントとポリゴンとラインがあるって話をしたんですが、ジオジャン語のフィールドの特徴として、以下のものがあって、モデルにこんなフィールドが追加されます。でポイントとラインストリングと、あとはポリゴン、これはジオメトリフィールドって言ったりします。でこのジオメトリフィールドの中身としては、そのタイプ、型、ポイントなのかポリゴンなのか何なのかっていうのと、あとは位置情報、それがどこに位置しているのかっていうと、その位置情報の計測の仕方、座標系っていう情報を持っております。はい、でジョージャン語が対応しているデータベースの話です。でここに紹介しているものが、ジョージャン語に対応していて、公式の中では、Postgres の SQL のモジュールの一つである PostGIS っていうものが推奨されています。これは一番機能が、豊富で、ジャンゴとの親和性が高いです。はい、じゃあ PostGIS っていうところは何なのかっていう章に移ります。ポストジスと空間関数ということで、まずポストジス、ポスジスとかって呼んだりするんですけど、このポスジスは、ポストグレスのポスグレの拡張モジュールの一つで、 JIS データを扱うためのモジュールです。でオープンソースで、さっき話したようなジオメトリ型っていうのが追加されています。で特徴として空間演算用の関数が追加されます。これが空間関数とかって呼ばれたりしてます。でポスジスの空間関数っていうと、何なのかというと、ポスジスで地理空間データの演算、空間演算と呼ばれています。それを行う関数のことです。で関数名に決まりがあって ST 〇〇みたいな形になっています。で〇〇というのは動詞なんかが入って、その関数で何をやっているのかというのが、表されています、端的に。で関数のイメージがちょっとしづらいと思うので例としてちょっと紹介したいんですが、これ A っていうポリゴンと B っていうポリゴンが右下の図にあるとして、じゃあそれで考えて、まず ST contains っていう関数が例えば実行されたとして、この時にA と B を与えた時に B が A の中に含まれてたら true が返ってくるみたいな、こういう関数です。反対に含まれてなかったら false が返ってくるみたいな、こういったブーリアンを取得することができる関数、これが ST contains で、続いて ST intersect っていうのが共通部分を持ってたら true が返ってくる、持ってなかったらフォルスが返ってくる、こんな関数があったりします。あと、さっきブーリアンの話をしたんですけど、ブーリアンだけじゃなくてジオメテリを返すものもあって、この ST ユニオンっていうのを使うと A と B の2つのジオメテリが与えられたらそれを結合したジオメテリが返ってくるみたいな、こういった関数もあったりします。はい、空間関数はこんな例があります。でジオジャン語で空間関数をやるってなった時に、空間演算用の OR マッパーというのがジオジャンゴの中に組み込まれています。で大きく対別するとルックアップというのと DAB 関数というのが2つに分かれて、これはちょっと後ほどお話しします。で、さっきから言ってるというかタイトルにもついてるんですけど、この ORM というのは何なのかというと、OR マッパーとかって呼ぶんですが、オブジェクト関係マッピングという、概念みたいなものです。でオブジェクトというのは何なのかというと、プログラミング言語のことのオブジェクトですね。はい、とあとは関係というのが RDB リレーションデータベースをマッピングしてくれるもの、これが OR マッパー、 ORM です。でこれを使うと SQL を直接叩くことなくて、オブジェクトのメソッドで叩くには叩くんですけど、 SQL を書くことが書く必要がなくなって DB 操作ができるというメリットがあったりします。であとは、セキュリティ的に SQL インジェクションの対策にもなります。で例として下の SQL、 左側は SQLをユーザーデータを全部取得するよっていう SQL を Django の ORM で実行するとこんな風に書けますっていうのがあります。はい、で Django と ORM ということで、Django はその空間演算用の OR マッパーを持っています。でそれで SQL を意識せずに空間関数を実行できるっていうのと、あとは地理空間用の DB、 さっきの DB で実行ができます。で本発表の中でこの地理空間データを、実データを用いて OR マッパーを実行して、ジョージャン化を持つ OR マッパーを紹介していくっていうのが目的として掲げています。はい、
で、じゃあ、まあ、それをやるにあたってジョージャンゴをセットアップするっていうその方法もちょっと紹介いたします。まず、簡易的なアプリケーションを作ろうかなと思うので、今回はこんな風に環境を構築しています。ジャンゴとあとはポスグレとそれにポスジスを入れたものと、その他必要な GIS のライブラリがあったりするんで、それも Docker で構築していて、で、まあ、リポジトリも一応あるにあるんですけど、でこれをフロントエンドってまあ書いてるんですけど、まあ、ジャンゴのテンプレートでちょっと表示してみようっていうのをやってみます。でそのフロントエンドのところ何を使うかっていうと、まあ、地図ライブラリの一つでリーフレットっていうのがあります。これはオープンソースで、ブラウザで地図表示が可能な JS の JavaScript のライブラリーです。これを使って、ジャンゴのテンプレートから表示してみようという試みです。はい、で設定の話もちょっと簡単にします。ジャンゴには設定ファイルのセッティングパイみたいなのがあるんですけど、そこにあと一番下の行ジャンゴコントリブ JS っていう一行を追加するのと、あとはデータベースを、ポスジスを使いますよって設定を書くこと、これだけで、まあ、ジャンゴが使えるようになります。で使用するデータの話もちょっと簡単にします。データは国土数値情報っていうものを使います。これは、国土交通省が、公開しているオープンデータです。あ、すいません、戻りました。で、今回使うのは行政区域データっていうものの北海道のポリゴンのデータを使ってみます。これあの右上の北海道のところ、あとは空港データって言ってこれもポリゴンデータなんですけど、まあ、全国分、これなんかあの都道府県別の区分けがなかったんで全国分拾っているんですが、まあ、主に北海道の空港のデータを使ってみようかなと思います。はい、でデータを取り込むフェーズとして、ジャンゴでデータを取り込むってなったら、まあ、こんな手順があったりして、まあ、順番が前後したり抜けたりするものあるかもしれないんですけど、データの属性確認してモデルを定義してデータを用意して、で取り込むコマンドを実行する。でジオジャンゴだと、まあ、ちょっと共通してて、まずデータを用意して属性確認してモデルを定義して取り込みを実行します。でデータはさっき用意できたのでここのフェーズに移ります。でもデータの属性を確認しましょうということで、まあ、さっきの国土数値情報のページを見てみるとこんなふうに、属性だったり型が書いてあったりします。でこれを見ればいいんだなっていうところではあるんですけど、もっと便利なコマンドがジオジャンゴの中に組み込まれていて、それが OGR インスペクトっていうものです。はい、これはあのジオジャンゴに付帯される管理コマンドの一つで、これを実行することでまず引数でその実際の JS データを与えてあげるとそのモデルの型を出してくれますと、あとはその実際のモデルが持っている、属性と、あ、すみません、データが持っている属性とモデルの属性をマッピングしてくれる、こういった辞書も出してくれます。はい、でここまでできたので最後に取り込みをやるところなんですが、これも JS に、あ、ジオジャンゴに組み込まれているクラスの一つで、レイヤーマッピングっていうものがあります。でこれで先ほどの出た情報を引数で与えてあげる と、セーブメソッドを実行するとモデルのデータベースの中に直接 GIS のデータを組み、取り込んでくれます。はい、でここで、まあ、取り込みができたということ で今回モデルは2つ定義します。さっきの行政区域のモデルアドミニバウンダリーっていう、まあ、名前をつけたものと、あとはエアポートっていう空港データのモデルを定義してみます。属性、まあ、いっぱいあるんですけど必要なのは空港の名称のフィールドと、あとはジオメトリのフィールドだけではあります。なのでそこだけを使っていきます。あ、すみません、さっき行政区域のところで、今回は、都市名だ、あとは市町村名を持つデータだけを取得します。なんか一番でっかいその北海道だけのデータとかはちょっとあの測定にあの表示するのが結構毎回出てきてしまうんでこれは省いています。はい、で API で配信するっていうことでシリアライザーっていうのも、機能として必要です。これが、ジオジェイソン形式のシリアライザーっていうのがジャンゴの中にデフォルトで用意されていて、のジャンゴコアシリアライザーシリアライズっていうところにジオジェイソンっていう引数を与えてあげるとジオジェイソン形式で出してくれます。でジオジェイソンって何なのかっていうと、あの、まあ、API とかで使われている JSON の形式で、これは GIS の中で使われているもので形が決まっていて、タイプだったりジオメトリだったりプロパティっていうものを最低限持っています。
でこれはその JIS のアプリケーションの API なんかで使われたりしています。はい、でいよいよ、シリアライザーもしてレスポンスを返すっていうので、このコードの中だと、新千歳空港のポリゴンを一番上で取得しています。エアポートでフィルターで新千歳空港と与えて、でそれをシリアライズしてレスポンス返してみると、こんなレスポンスが確認できます。ジオデーション形式でレスポンスが返ってきていることが分かります。でフロントエンドが確認してみると、こんな風に新千歳空港のポリゴンが描画されているというのが分かります。はい、ここでまででなんかその実際の表示までできたので、セットアップ終わりです。次実際に OR マッパーを実行して表示をしてみましょうっていうフェーズに入ってきます。でジオジャンゴで空間関数をやるってなった時に、空間演算の OR マッパーで2つあるって話をしたんですが、まずこのルックアップっていう方を使ってみます。でルックアップとは何なのかって話なんですが、これはジャンゴが持っているものの OR マッパーの種類の一つで、ジャンゴのクエリセット、データの集まりみたいなものを、いろんな条件で取得できます。で一般的に書き方も決まっていて、フィールド名にルックアップをつけて、その必要な値を書いてあげる。一番下の例としてこの書き方をしてみると、コンテインズっていうのをつけてみると、その条件も田んぼの田でつけてみると、その田んぼの田を持った空港データだけが取得できるみたいな、こんな風なものがデフォルトで入っています。で今回はそれの、ジオジャンゴ版みたいなところをお話しします。はい、でまず早速なんですけど、さっき紹介したインターセクツっていう空間関数のルックアップ実行しているコードがこれです。でここでやっていることは、新千歳空港の、オブジェクトを取得して、そこと、共通部分を持っている行政界ポリゴンを取得するっていう処理をしています。はい、でここで一番下のコードでインターセクトっていうルックアップを実行しております。でフロントエンドから確認してみると、その新千歳空港と共通している箇所を持っているポリゴンがこうやって返ってきているのが分かります。苫小牧っていう市と、あとは千歳市っていうポリゴンが返ってきています。こんな風に、フィルタリングができたっていうのが分かります。はい、こんな感じで紹介していきます。続いて、コンテインズっていうものです。これを、ルックアップで実行してみると、で北海道の中に女満別空港って空港があるんですが、この女満別空港の、コンテインズを実行してみると、こんな風にその女満別空港を含んでいるポリゴンが返ってきてます。これが大空町っていう町ですね、はい、のポリゴンが返ってきてます。で続いて within みたいなのも用意されてて、さっきのコンテンツと逆に引数が逆になります。これをうまいこと実行すると、北海道の中に含まれている空港ポリゴンのみを取得するっていうことができます。さっきその全国分の空港ポリゴンを実例として持っていたんですけど、北海道だけにフィルターするっていう処理をできます。これやってみると、赤いところがちょっと 見えづらいかもしれないですけど、赤いところが空港です。北海道の中に含まれている空港データだけが返ってきております。はい、で続いてオーバーラップスってやつも含まれていて、これを実行してみると、共通部分は存在するんですけど、完全に含まれてないものが返ってきています。なんで、ちょっと交差しているようなものが返ってくる空間関数を実行するルックアップです。これは、旭川空港と共通部分を存在しているオーバーラップスを実行して結果を見てみます。すると旭川市と、あと東神楽町みたいなのが返ってきているのが分かります。これは、完全に含まれていなくて、共通部分だけを持って交差をしているようなポリゴンだけが返ってきています。はい、あとはディスジョイントっていうのがあって、これは、さっきのコンテンツとかと逆で、共通部分が存在しない場合に true が返ってきます。で輪っか内っていうところでディスジョイントを実行してみると、で輪っか内っていうのは北海道の一番上にある、町なんですが、一番上以外のポリゴンが返ってきているのがこんな風に分かります。はい、こんな風に、でちょっと変わり種としてレフトとライトってのもあったりして、帯広っていう、市があって、帯広の中にある帯広空港のその左と右に存在するポリゴンだけを取得するとやってみたら、こんな感じですねこんなちょっとユニークなものもあったりします。
あとは、まあ、オーバーラップアバブっていうのオーバーラップス、ビローっていうのがあったりして、これは上と下ですねが出力できます。これは釧路空港でやってます。はい、で今までちょっとなんか位置みたいなので、フィルターしたんですけど、距離でもフィルターができたりします。これはディスタンス GT ディスタンス LT っていうのがあって、このルックアップスを使ってみると、ここでやってることは、中標津空港って空港は北海道あるんですけど、そこから100キロより大きいものだけ取得するよみたいなのを、実行してみてます。そうすると、まあ、左側が100キロ以上にあるポリゴンが返ってきてて、右側が100キロ以内にポリゴンが返ってきております。こんな風に距離でも、フィルターができるという話でした。はい、でルックアップスはここまでで、次 DB 関数というところに移っていこうと思います。でデータベース関数、まあ、DB 関数というのは集計関数の中で利用されます。集計関数というのは、まあ、SQL で言うとグループバイみたいなもので、ジャンゴの中にアノテートあったりアグリゲートというのが用意されています。その中で使えるようなもので、ジオジャンゴだったら以下があったりします。ですごいちょっと簡単に紹介だけするんですが、まず、AsGeoJSON というのが最初に出てきます。この AsGeoJSON というのは何なのかというと、まあ、GeoJSON の形式で返してはくれるんですけど、完全な GeoJSON じゃなくて、その GeoJSON が持っているジオメトリの部分だけを返しています。これ函館空港で試してみたんですが、タイプとあとはコーディネートといって、まあ、緯度経度ですね、はい、その情報だけが返ってきています。これが AsGeoJSON で、これでジオメトリを取得することが逆に、まあ、できるというわけです。でその AsGeoJSON を使ってで取得したジオメトリを使ってコードの中でジオジェイソンを作ってみます。で一番上でジオジェイソンという、ライブラリをインポートしているんですが、これを使うことでジオジェイソンの型にしてくれるというのがあります。このジオジェイソンのジオメトリに、アズジオジェイソンで取得した函館空港のジオメトリを与えてあげると、こんな風に函館空港が返ってくるのが分かります。はい、これ函館です。はい、あとは、種類としてセントロイドというのがあって、これはさっきまでポリゴンずっと返したんですけど、まあ、ポイントを返すみたいな、DB 関数です。で門別空港の中心でポイントを取得みたいなことをやってるんですけど、で確認してみると、まあ、ポイントだけが返ってきているのが分かります。さっきまでとはちょっと違った描画になって、点のデータが返ってきてます。こんな風な取得もできたりします。はい、あとは距離の取得で、これはフロントからの描画とかではないんですけど、ここでやってるのは新千歳空港と旭川空港の距離を測っています。で一番下にメートルで表示されてるんですけど、まあ、こんな風に測定計算だったりもできます。あとはなんかエリアとか面積の計算とかそういうのもできたりします。はい、こんな感じで、ルックアップスとあとは DB 関数の紹介が終わったん で REST API の紹介もちょっとしたいと思うんですが、で Django で REST API をするってなった時に、デファクトスタンダードとして Django REST フレームワークというものを使うことが多いです。でこれはサードパーティー製のライブラリで、でブラウザから API の実行ができたりするっていう特徴があります。で GeoJango REST API をするってなった時に、ちょっと拡張機能がつけることができるライブラリがあって、 Django REST Framework JIS っていうのがあります。JIS 処理の機能が追加されます。でどんな機能があるかっていうと、 URL クエリでそのフィルタリングができたりします。距離だったりあとはバウンディングボックスっていって、そのジオメトリを含んで内包している、長方形の緯度経度、それで絞ったりすることができたりします。あとはその API の中のページネーション、ページングが GeoJSON 仕様になっていたりとか、レスポンスにバウンディングボックスを含めることができたりとか、そういったものがあります。でこれも簡単でインストールするだけでできます。はい、でその Django REST Framework JIS の中には、まあデフォルトのシリアライザーが用意してあって、それを使うことで簡単にシリアライザーを書くことができます。で、オートビバウンディングボックスっていうのをトゥルーにすると、レスポンスの中にバウンディングボックスが追加されたりします。あとはビューでもうちょっとフィルタリングができて、この一番上で、インポートしてるやつは距離とあとはバウンディングボックスでフィルタリングができるみたいな機能を追加しています。これをやることで URL クエリで、
フィルタリングができるようになります。なんで URL に、ポイントからの距離っていうのを今回追加してみると、新千歳空港と札幌飛行場っていう2つのデータが返ってきています。こんな風に距離で絞ることが、URL からできるようになったりします。はい。でジャンゴの、開発ツールの一つでジャンゴデバッグツールバーっていうのがあるんですが、これを導入してみると、なんか裏で実行されている SQL が何なのかっていうのが分かったり、見ることができます。でこれ確認してみると、その空間関数の、STD Within っていうのが裏で実行されているってことが分かります。こんなふうにその URL クエリからフィルタリングができるっていう機能が、便利な機能がついているのが Django REST Framework JS の特徴の一つです。はい。おまけということで、デモアプリケーションの紹介みたいなところで、さっきまで描画してたんですが、そのアプリケーションを簡単に紹介して終わろうかと思ってます。これ映るかな。なんか空間関数と空港を指定して実行するとその値が返ってくるみたいなのでです。はい。空間関数選んで、今インスタンス X を実行して、今回コンテインっていうのを実行して、コンテインは新千歳空港含んでいるポリゴンはないんで何も返ってこなかったりとか、あと稚内でやってみると稚内のポリゴンが返ってくるとかです。あとはジャンプエンドポイントっていうところを押すとその API が分かる感じで、さっきジャンゴデバッグツールバーの話をしたんですけど、ここから裏で実行されている SQL が見れたりしています。なんで空間関数何だろうとかなった時にはこれで確認できたりするっていうアプリケーションの紹介でした。はい。こんなんで、描画を試しておりました。はい。発表のまとめです。以下紹介しました GIS のデータについてというのと、あとはジオジャンゴの話、ジオジャンゴの環境の構築方法、あとデータの取り込み方法と、あとジオジャンゴの OR マッパーで空間演算してみるというのと、ジオジャンゴの REST の API と、最後に簡易デモのアプリケーションを紹介させていただきました。はい。かなり、ニッチのセッションで出したらニッチな話だったんですけど、すみません。で、こんなふうにその GIS の、ことだったり、私はそのバックエンドなんですけど、バックエンド以外のフロントエンドだったりその GIS エンジニアっていうのも弊社は仲間を募集しておりますので、ぜひ一緒に挑戦したいと思う方は、ぜひ調べていただけたらというふうに思っております。はい。以上で発表終わります。ありがとうございました。発表ありがとうございました。スライドの方に質問がいくつか上がっているので、いくつか質問をしたいと思います。フロント側はピンやポリゴンの表示なのでコードは書かれているのでしょうか、それともリーフレットですかね、リーフレットで地図の表示設定をするだけでピンやポリゴンなどが表示されるのでしょうか。すみません、もう一度よろしいですか。フロント側はピンやポリゴンの表示などのコードは書かれているのでしょうか。そうですね、一応そのスタイルを決めるみたいなコードは書いています。そのどんな色で表示するとか、あとどんな形で表示、形は決まってるんですけど、でもそれぐらいですね。あとはちょっとリーフレットでコードを書くだけでそのレスポンスを表示することができる。それはちょっとフロントエンドの話なんですけど。はい、はい、ありがとうございます。細かい設定やコマンドが多かったのでよく見たいのですが、資料は後ほど公開していただけますかというと、公開の場所を聞いているんですかね。そうですね、PyCon のコンパスのページに、資料の掲示とかあったと思うので、そこに後ほど公開する予定であります。はい、はい、ありがとうございます。他に何か質問がある方はスライドの方へ。はい、早速来ました。今日はビジュアライズの部分、リーフレットの説明は薄かったですが、すぐ今日みたいなデモは作れますでしょうかと答えです。そうですね、私はフロントエンド弱者なので、結構時間かかったんですけど、結構その地図ライブラリーのスターターセットなんか弊社のメンバーが公開してたりするので、そういうのを使うとすぐに、デモは作れるかなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。は大丈夫ですかね皆さん。そうですね、皆さん大丈夫ですかねって言うと皆さんすごい書き込みしますね。いいですね。ジオ JSON の利用は JS とかではよく見ますが、ジャンゴでやるメリットをお聞きしたいです。
とのことです。あ、はい、ジャンゴで、使うっていうのは、そのままジャンゴだけ使うのってあれなんですけど、例えばその API のレスポンスを返したときにジャンゴをサーバーとして使うだったときにジオジェイソン形式で返すっていうのが結構デフォルトだというふうに私は思っております。普通に API の JSON と同じような形で、JS 形式で返すことができるので、はい、はい、ありがとうございます。では、まあまあ結構質問にお答えいただいたと思うので、最後のちょっと面白そうな質問があったので、デモの場所が北海道だったのですが何か理由があるのでしょうかという。これは、3つ理由があって、1つは私が今北海道に住んでいるということと、もう1つが今のミューレネという会社が北海道にある会社ということと、もう1つが私が北海道出身だからという、その3つです。素晴らしい理由だと思います。はい、ありがとうございます。質問も終わりようだと思いますので、安倍さんのトークの方を終了させていただきたいと思います。参加者の方は大きな拍手の方をお願いいたします。また追加で質問がある方、また直接お話ししたい方、北海道のお土産話を聞きたい方はですね、廊下ホワイエなどでお話しすることができますので、スピーカーの方からも移動しますので、壇上周りには集まらないようご協力の方をお願いいたします。この後18時から、この場で LT の方も行われますので、皆様、ぜひご参加ください。本日発表の方はありがとうございました。